湖畔でボートに乗ってますぐらいのテンションで、ザ夏みたいなカレーですね。これ絶対夏バテしてる時とかにめっちゃ食べたくなるテイストになってると思います。皆さんこんにちは、スパイシーカレーろ過の斉藤恵里です。本日はですね、市販のルーを使った夏野菜のカレーをご紹介していきたいと思います。今回使う市販のルーなんですが、私の激激激推しのジャオカレーを使ったスパイシーな夏っぽいカレーを作っていきたいと思いますので、皆さんぜひトライされてみてくださいね。じゃあまずナスから切っていきたいと思います。夏野菜カレーというテーマなので、ワイルドにゴロッと感出したいなと思いまして、今回ちょっと乱切りにしたいと思います。ナス半分にカットしましたら、まあお好みですね、ランダムにこうやって刃を入れていきます。夏野菜カレーってやっぱナス結構キャッチーだと思うので、具感が出るようにこんな感じですね。こんな感じに切ってあげると結構可愛くデコレーションできると思います。でよくやっちゃいがちなのが、こういう風にヘタ取り忘れてるとこうやって残ってしまって、一緒に煮込んでしまうとすごい口当たりとかが悪くなってしまうので、必ず見落とさないように取ってあげます。こんな感じでナスはカットできました。じゃあオクラも切っていきたいと思います。オクラもナスと同様なんですけど、ヘタの部分がありますので落としてあげます。オクラは切りやすいので、何本かこうやってまとめて切ってあげると簡単にカットしてあげることができます。こちらも夏野菜カレーらしく斜めカットで、オクラの食感が最後残るようにこういうちょっと大きめカットにしてあげたいと思います。斜め切りにしてあげることで、あの断面とかも結構可愛くなるので、こんな感じで切ってあげます。玉ねぎもカットしていきたいと思います。でまず玉ねぎなんですけど、芯の部分取ってあげます。あとはこの上の部分ですね、この辺もちょっと筋っぽい感じなので切ってあげます。ここのお尻だけつなげたまんま、包丁のお尻の部分で切ってってあげます。こういう状態です。90度くるっと回してあげまして、こっちからまた直角に刃を入れていきます。このつながってる部分だけ同じやり方ですね。またこんな感じで切ってってあげると、つながってた部分も簡単にみじん切りにできます。こんな感じであっという間にみじん切りができます。トマトもカットしていきたいと思います。真ん中にヘタがありますので、包丁の先の方でこうやってくるくるっと回すような感じで取ってあげるととても簡単です。でこちらもあのカレーの具材なので、ゴロッと感が出るようになんかくし切りとかにして、あとちょっと半分に切るぐらいで、こんな感じでちょっと大きめに切ってあげると夏感出てるんじゃないかなって私的には思います。フライパン1個で今日は作っていきたいと思います。サラダ油を火をつける前にまず入れます。火をつけます。スパイスってあのすっごい焦げやすいんですね。なので早く作りたいなと思って、つい火力アップして早く油温めたいなってなると思うんですけど、まず弱火からスタートしていきたいと思います。最初ドロッとしてたのがこんな感じでさらっと動くようになってきたら、クミン入れていきたいと思います。こうやって油に入れるとだんだん気泡が出てきます。こうやってクミンのすごい香りも出てくるんですね。で色もちょっとほんのりと茶色くなってきましたので、こんな感じになったら次の食材入れる合図です。でこの後ニンニク生姜を入れたいと思うんですけど、火から離してあげてエアーで入れてあげるとちょっと跳ね防止してあげることできます。ちょっと入れてみたいと思います。エアーの状態でこうやって回してあげます。火にかけたまんまだとニンニクと生姜が襲いかかってくると思いますので、こんな感じでちょっと落ち着いたらまた火に戻して、ニンニクと生姜のえぐみとか生っぽさ飛ばしてあげたいと思います。こんな感じでニンニク生姜火入りましたら玉ねぎを入れていきたいと思います。ニンニク生姜も炒めすぎると苦みが出てきますので、あまり長く炒めすぎないようにしてあげてください。ニンニクと生姜とクミンを炒めてきた香り良い油で、今度は玉ねぎをしっかり炒めていきたいと思います。玉ねぎ炒めるとき、皆さんあの触らず置いといて焼き目つけたい派の方とか、あとすごいずっと混ぜてる派の方とか、多分いろんな方いらっしゃると思うんですけど、結構私はずっと混ぜる派ですね。より早い時間で均等にムラのない飴色玉ねぎにしたいので、しっかりこう鍋肌から回しますね。で私が普段必ず玉ねぎを炒める時なんですけど、軽くお塩を本当にあの2つまみぐらいですね、ポロポロっと刺してあげます。
塩を刺すことで玉ねぎ自身から水分が出てくるんですね。この水分が出てくることによって焦げつかずに早い時間で綺麗に飴色玉ねぎを作ることができます。あとはもう一個テクニックがあるんですけど、私は結構差し水をしながら玉ねぎ炒めします。ちょこちょこ差し水をしてあげることで玉ねぎがこうパサつかずにしっとりしながら綺麗な飴色玉ねぎに向かっていくことができます。結構もうきつね色ぐらいになってきたので、ここからはだいぶ早いと思います。色がついてくるとやっぱ焦げつきやすくなってくるので、こういう縁なんかこうやって乾燥しやすいので、こういうところに特に差し水狙って刺してあげて、ですぐこうやって回してあげて、飴色玉ねぎがうまくどうしてもできないんですっていうご相談をお客様からすごいいただくんですね。やっぱり一番多いのが焦げちゃってますね、色はついたんですけどなんか苦いんですよねとか、そういったお声が非常に多いんですね。この差し水作戦で皆様ぜひ表面が焦げずに中まで綺麗な飴色になるベストコンディション飴色をちょっと目指していただけますと本当に上手に作れます。ほぼ多分10分ぐらいで綺麗に玉ねぎ炒めることができました。こんな感じです。じゃああとは具材を入れていきたいと思います。じゃあまず最初鶏肉ですね。唐揚げ用もも肉ってよく売られてる、もうすでにカットしてある鶏肉使っていきます。何が一番いいかって言いますと、唐揚げ用の鶏もも肉はもう買ってきたらそのまま使えるので一番簡単です。やっぱ生肉包丁で切りたくないななんて方もすごい多いと思いますので、カットしてある唐揚げ用のお肉すごいおすすめです。皮付きでちょっとジューシーなので食べた時のボリューム感とか大きさもちょうどいいですね。なんでちょっとこの夏野菜カレーにさらにこの鶏肉が入ることでスタミナ感もアップしてザ・夏みたいなカレーですね。ちゃんと表面の色が変わるまでしっかり炒めてあげてください。やっぱクミンっていうスパイスの大きな特性の中にお肉の臭み消しっていうポイントもありますので、調理中に臭み消しまでできてスパイスの効果本当にもうダブルで発揮中って感じになります。なので皆さんクミンというスパイスをぜひご家庭に常備していただいて、なんか普段の肉野菜炒めとかの時にも使ってあげるとワンランクアップした本格感のあるものに仕上がると思いますので、今回カレー作るためにクミン買ったけど使い切れるかなって一抹の不安をお持ちの方もいらっしゃると思いますので、皆さんぜひ炒め物なんかに使ってあげてみてください。少し時間がかかります。ここで火力を上げてしまうとせっかく綺麗に炒めてきた玉ねぎたちがここでちょっと油断して焦げにつながってしまうこともありますので、強火にしたい気持ちはもう少し抑えていただいて、ちょっと弱火で続行してあげてください。でこんな感じですね。ちょっと表面しっかりこう鶏肉の色が変わったなって感じになりましたら、ナスとオクラですね、こちらも入れたいと思います。お野菜がゴロッと入るととっても見た目も美味しそうですね。この鶏肉とか玉ねぎから出てきたこの香り良い油でナスなんか炒めてあげるとその油を吸ってさらに美味しくなります。やっぱり料理ってこのただ入れてるだけじゃなくて、やっぱ具材に何をしていくかってやっぱちゃんと意味があるので、私は結構普段作らない料理とか違う方のレシピ見るときとかもその作り手の方の意向を知りたいと思ってまず忠実に再現します。いい感じですね。ナスもちょっと皮の色がこういう鮮やかな感じですね。ツヤっとしております。こんな感じになりましたらジャワカレーさんのパッケージに書いてある分量のお水入れたいと思います。お水入れてきます。皆さんお待たせしました。ここで初めて火力アップさせていただきます。ちょっとホッとする瞬間ですよね。今まではちょっと焦げが心配と思いながらずっと調理を続けられたと思うんですけど、ここからはもうちょっと優雅に具材を混ぜてあげて湖畔でボートに乗ってますぐらいのテンションで行っていただけると。じゃあちょっと温まるの待ってる間にちょっと私の激推しジャワカレーさん、なぜ私がこんなにジャワを推しているかと言いますと、ジャワカレーって固形ルーなんですけどすっごいスパイシーなんですね。普通固形ルーって欧風な感じに仕上がるようにコクがあったり甘みとかそういった感じに仕上げてるものが多い中、なんかジャワカレーさんだけ尖ってるんですね。すごいパッ
ケージの絵にもありますけど、カルダモンとかクローブとか鮮烈なスパイスの香りがバシーンってくるんですよね。ジャワだけが持つこのスパイス感みたいな。ジャワカレーまだ試したことないという方いらっしゃいましたら、ぜひちょっと今日からジャワカレーをおうちカレーに取り入れていただけると、いつもとちょっと違ったなんかお店っぽいスパイス感出てくると思いますので、ジャワカレーさん甘口とか辛口とかいろんなブレンドあるんですが、中辛が一番私の中ではバランスがいいなってちょっと勝手ながら押させていただいております。甘口だと青とかデザインの色がちょっと違うんですね。でもこの緑が一番ジャワ感出てるのと思いまして、私的には色萌えもあって中辛推しです。カレーの方が沸騰してまいりましたので、一旦火を消したいと思います。パッケージにももちろん書いてあるんですが、固形ルー入れる前に必ず火を止めます。火つけたまま入れてしまうと、あのルーが固まってしまって溶けなくなってしまうんですね。均等に全体に入れてあげて、あとはちゃんとしっかり埋め込んであげます。そしてちょっとふやけてくるまでしばらく待ちます。火をつける前にもう混ぜてしまって、お、ルー溶けてきてるなっていうのを確認してから火をつけます。でルーが溶けてくるとだんだんとろみが出てきます。でこの時は本当に皆さんしっかりと混ぜてあげてください。夏野菜感がすごい出てますね。大好きなジャワカレーに今日使わせていただいたクミンというスパイスが合わさることによって、すごいハイパースパイシーな今香りに仕上がっております。再沸騰するとこうやってプク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 してまいりますので、ここで最後にじゃあトマト入れたいと思います。でトマト入れてからは本当もうあと30秒ぐらいですね。煮込みすぎるとトマトだけ消えます。姿がいなくなってしまうので、トマト入れてからは煮込みすぎにだけ気をつけてください。じゃあこんな形で火を止めまして、完成したカレー盛り付けていきます。夏野菜がゴロッといいですね。市販のカレールーを使った夏野菜カレー完成です。ロカというスパイスカレーを出している専門店になりますが、なんと今年開業7年目にしてちょっと移転しました。今まであったビルのすぐ真横のビルにちょっとプチお引越しさせていただきまして、以前と全く同じ貴重性のスタイルで営業はしておりますので、ちょっと朝貴重いただくの大変だとは思いますが、お店の情報とか必ず毎日ツイッターの方でお知らせを出してますので、こちらをご覧いただけますと一番最新のろ過情報をゲットしていただけると思いますので、ぜひツイッターとかもよろしくお願いいたします。実際に食べたいと思います。完成した時からもう香りが抜群でしたが、ご試食させていただきます。うん、いやーすごい、やっぱりもうクミンの香りでジャワカレーが抜群に美味しくなってます。オクラもいきたいと思います。うん、ジャワカレーとオクラめちゃくちゃ合います。これ絶対夏バテしてる時とかにめっちゃ食べたくなるテイストになってると思います。皆さんもこちらのカレー作ってみてくださいね。こういったコラボ商品も出してます。こちらのポテトチップスはかなり攻めたスパイシーな仕上がりになってます。ぜひろ過感を試していただきたいと思います。あとはレトルトカレーですね。お店に行ってみたい、もしくはお店の味をお家でも食べたいっていう方にはぜひこちらのレトルトおすすめです。カレーうどん専用固形ルーというちょっとマニアックな商品なんですけど、気軽にスパイシーな本格的なカレーうどん試してみたいなって方にはお試しいただけますと幸いです。